エレメナは人ではエレメナ遺伝子に高度されるタンパク質である。ラミン A、C としても知られ、ラミン A やラミン C はこのエレメナ遺伝子から発現する。ラミン A、C はラミンファミリーに属する。正常細胞でのラミン A の生合成と、ハッチンソン・ギルフォード・プロジェリア症候群の患者で見られる成熟ラミン A の形成不全。クラミナは 角膜の内膜に隣接して存在するタンパク質による二次元マトリックスである。このマトリックスを構成しているのがラミンファミリーのタンパク質であり、これらのタンパク質は進化の過程で高度に保存されている。優位と分裂の間、ラミンタンパク質がリン酸化されることで、ラミナのマトリックスは可逆的な解体が行われ、角膜は解体される。ラミンタンパク質は 核の安定性、クロマチン構造や遺伝子発現に関与していると考えられている。脊椎動物のラミンは A と B という2つのタイプからなる。エレメナ遺伝子は選択的スプライシングが行われ、複数の A 型ラミンのアイスフォームがコードされている。優位と分裂の初期には、核ラミンは特定のセリン残機がリン酸化され、ラミン中間系フィラメントの脱重合が引き起こされる。 リン酸化されたラミン B2 両体がイソプレニル元を介して角膜に結合したままであるのに対しラミン A はイソプレニル元によって角膜へ標的化されるものの膜に到着した後に切断が行われ膜への結合は自身やラップ1など他の膜結合タンパク質とのタンパク質間相互作用を介したものであると考えられるラミン A は ファルネシルカや2段階のタンパク質分解などによるプロセッシングが行われるが、ザンプスと24が欠乏している場合、ラミンのプロセッシングの最終段階である、ファルネシルカフラグメントの切除が起こらず、そのためファルネシルカ、プレラミン A が蓄積する。ハッチンソン・ギルフォード・プロジェリア症候群では、プレラミン A に50アミノ酸の血質が生じており、2度目の タンパク質分解による切断部位が除去されている。そのため、成熟したラミン A は形成されず、ファルネシル化変異型プレラミン A が細胞内に蓄積する。野生型と変異型のラミン A の IG ホールド、PDB1α i。通常アルギニン527番残器は、グルタミン酸5 3 7番残器と塩バシを形成しているが、 R527 リットル痴漢によって、この相互作用は破壊される。表面モデルとリボンズ表示。エレメナ遺伝子のヘニーは、エメリードレフィウス型スジジストロフィー、家族性部分型リポジストロフィー、死体型スジジストロフィー、拡張型心筋症、シャルコーマリートゥース病、高速性皮膚障害を含む、いくつかの疾患と関係している。切り詰められた形のラミン A 変異体は一般に、 プロジェリンとして知られ、ハッチンソン・ギルフォード・プロジェリア症候群を引き起こす。これまでに多数の SNP が知られている。これらによって、メッセンジャー RNA やスプライシング、またはタンパク質のレベルで変化が生じる。DNA の日本差損傷は、相動組み換えまたは非相動末端結合のいずれかの過程で修復される。エレメナは、HR トン値に、 重要な役割を果たすタンパク質のレベルを維持することで遺伝的安定性を促進する。プレラミン A の成熟に欠陥を有するマウス細胞では DNA 損傷と染色体異常が増加し DNA 損傷主薬に対する感受性が上昇する。プロジェリアではエレメナの欠陥のため DNA 修復が不十分となり早動の症状が引き起こされる可能性がある。エレメナは 次に挙げる因子と相互作用することが示されている。ありがとうございます。